ホーム前系麦駅は、徳島県天郡麦町大麻中村座本村に、ある、四国旅客鉄道麦線の駅。駅番号は、M24。麦町の代表駅である。2016年12月31日をもって、すべての駅での販売が終了した、青春18切符の常備券が、最後まで販売されていた駅の一つでもある。開業当日の麦駅前特急。 室戸島式ホーム一面二線を有する地上駅。開業当時からの木造駅舎が残っている。駅舎とホームは構内踏切で結ばれている。近距離用の自動券売機あり。かつては駅舎内の待合所にキオスクの店舗も設置されていた。キオスクの閉店後もしばらくは店舗の跡が残っていたが、現在は撤去され待合所の拡張に充てられた。 開業日から1973年9月30日まで終着駅だったこともあり、留置線がホームと駅舎の間に1本、その反対側にも3本の計4本があり、現在も車両の入れ替えや臨時列車の一時的な滞留等に使用されている。ホームへのアクセスは国鉄時代から開封寄りの階段のない坂道となってはいたが、2010年3月13日の ダイヤ改正まで2500系機動車と1200系、機動車対応のホームかさ上げ指向と同時に、バリアフリー加工事も行い、新たに、車椅子や新商社用の緩やかな手すり付きのスロープが設けられた。ホーム自体は20メートル車両4両編成まで対応しているが、日和さよりの1両分の長さのみ、かさ上げ未指向となっている。普通列車の大部分は当駅で、系統分断される。 夜間大白も設定され、特急列車、室戸、の始発、終着駅となっている。当駅阿波海南駅間及び阿波海南駅間の裏駅間の浅海岸鉄道は、ホーム有効長が3両と短い。このため、かつて卓客機に特急を増結した場合は当駅で、解決が行われ、普通列車として運転されていた。二0 1年三月十二日までは、徳島、 阿南方面からの最終列車の当駅終着は日付をまたいでいたが2020年3月14日現在は23時14分と当日中の終着になっている一部の例外を除き1番線には阿南方面から直通する阿波海南方面域と始発の阿南方面域が2番線には阿波海南方面から直通する阿波海南方面域と 始発の阿波海南方面域が入る。なお、下り阿波海南、海部方面へは1992年3月26日の朝海岸鉄道、朝東線開業直後は、昼間の列車も、関の浦まで直通し、近年では、朝の二往復が直通していたが、2019年3月16日改正ダイヤからは、すべて阿波で乗り換えとなった。2020年11月1日に、 阿波海南ナアマカンが、朝東線マに編入されたことにより、2020年12月1日改正ダイヤから乗り換えが阿波海南に変更となった。また、上り阿南方面へは、基本的には、徳島駅までだが、その先のナルト鳴ナルト駅業が一本と、高徳線駅前1日平均乗車人員は、下記の通り。 徳島バス南部阿南駅関東浦間のみ、途中乗降可能。四国旅客鉄道無二線普通変川駅、麦駅サバセ駅。ありがとうございます。